はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、ガシャポンビッグサイズなりきりウェポン3です。はい、いつも通り1回200円でラインナップは全7種類。ブックレットには極みアームズがいますね。で、これを広げると1番が DJ 銃の体験モードで、2番が勝どきアームズの旗ですね。これがまさかの商品化です。で、3番が大大丸で、4番がドリノコ、ドンカチ、マンゴパニッシャー、カリマツ。3番以降は再販版ですから、新しいのは1番2番ですね。そして今回狙うのはもちろん2番です。これを2個当てて振り回したいです。今回は1000円使って5回やってきましたので、5つ一気に開封します。茶色いやつから開きましょう。カプセルはイエロー。これはドンカチか影松あたりかな。でもドンカチってもう持ってるんですよね。はい、これは形的にあれじゃないですか。せーのドン。はい、影松。いいじゃないですか。やっぱりこのシリーズはほんと大きいですよね。まずは影松。もう一個のイエローが、こっちも影松なんでしょうか。あー、なんか影松っぽいですね。はい、開けると、せーのドン。はい、2個目も影松でした。かぶっちゃいましたね。ただ残り3つはカプセルのカラーがばらついてますから、おそらくダブリはないでしょう。そして赤いカプセル。これは、お、なんかもうすでに、どんぐり的な柄が見えますね。もうこれは完全に、あれですね。トンカチ的なデザインの武器のやつですね。はい、ということで、3つ目は、ドンカチでした。一応両面がプリントされてますね。では、青いカプセル。これは、大大丸かな？勝どき旗かな？理想は残り2つが両方とも旗だと嬉しいです。ん？なんでしょう？え？あ、これは外務のマークってことは、お、やったやった、欲しかった。はい、出ました、やった、勝どき旗。これも大きい。狩松と同じぐらいの全長です。で、裏側は、あ、デザインはないんですけど、ちゃんと外務マークはプリントされてますね。これは嬉しい。では最後は、紫のカプセル。これも、本当は、旗がいい。あ、なんかでも、もうすでに小さい。ということは、大大丸ですね。お！あれ？これ、大大丸って、あれ？普通の大大丸じゃなくて、もしかして、無人外務バージョンですか？特に書いてないですね。なんか、オレンジというか、赤色で見えますから、かなり無人外務っぽいです。ということで、5つ開封して、大大丸、勝どき旗、ドンカチ、影松が2つ。では空気を入れます。はい、完成しました。表面はクリアのビニールに影松がプリントされてて、後ろは茶色です。で、それがもう1本と、ドンカチは前にレビューしたものと全く一緒です。表面と裏面。そして、大大丸。表面と裏面。ただやっぱり、オレンジというか、ブラッドオレンジっぽく見えます。案外大きさもあって、デラックス玩具に比べると、実は全然サイズが違うんですね。まさにその名の通り、ビッグサイズなりきりウェポンですね。で、最後は僕の欲しかった、勝どき旗。長さは申し分ないんですけど、この旗の部分に空気は入らないんですね。ご覧の通りペラペラです。空気が入ってるのは、この根元の部分ですね。表面と裏面。ベロッと。裏面はオレンジ一色ですけど、ちゃんと外務マークが入ってます。なので雰囲気は出てますから、本当にもう一本あれば、かなり勝どきになりきれますね。あとは、極みアームズのデラックス玩具があれば、ひねって、自分で投げれば、武器召喚ができます。これはなかなかいいんじゃないですか？他にも、つかめませんでした。こんな感じとか、はい、うん、はい、こうです。ちょっと一人でやると、もたつくんですけど、誰かに慣れてもらえば、本当に極みアームズになりきれます。こんな感じで相変わらず、1個200円でも、かなり遊べます。はい、ということで、ガシャポン、ビッグサイズなりきりウェポン3を紹介しました。空気を入れるだけの商品ですから、ブンブン振りましても、危なくないですし、いろんな武器があるのはいいですね。以上、ガシャポン、ビッグサイズなりきりウェポン3の紹介でした。